こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。2024年7月23日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております、はい。今週は、スポーツ、ミュージック、地域、アプリ、芸能、バズ、はい、さまざまなテーマございます。さあ、それではいつも通り平子さんに弾いていただきます。はい、目つぶって弾く。あ、目つぶって何か変わるでしょうか。あら、おお、よいしょ。でん、でん。芸能のゴシップ。はい。ラジオネーム、サハラサザンカ。シニアエキストラ女優、中川静子。医療ドラマなどで、リハビリをするエキストラ役を数多く経験したため、自身が疾患によりリハビリ生活となった際、驚異的な速度で回復したことを、地元新聞のコラムに綴り話題に。すげえ。いやでもそう、だから多分くじけるシーンとか、うん、説得されるシーンとか、うん、逆に励ますシーンとかね、うんうん、おばちゃま頑張ってんだから、うん、なんとかちゃんも一緒にやろうみたいなシーンとかを経て、うんうん、あると思います。おお、役に立つとはよく言ったもんね。出た、これね。出た、役に立つってまさに素晴らしい。これですよ。なるほど。中川静子。ああ、中川静子。プロだな。ね、人は舞台とかではもう主役級だったりの人もね。この人が劇団持ってるとかあるからね。ありますよね。あるある。うん。ああいう、そうだね。エキストラとかたまに出たりして、うん、舞台持ってて、うん、って人たまにいるじゃん。いますよね。すんげえそっちでカリスマだったり。はい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 。テレビドラマじゃ分かんないね。そう。うん、うん、まみたいな人いるもんね。この仕事やっててためになったことあります？なんだろうね。やったこと。悲しいね、本当に。あるあるよ。美味しいラーメン屋さん。情報は確かに、うん。絵本の読み聞かせとかどうですか？あ、俺でもめっちゃうまいと思う。あ、そうっすよね、多分ね。俺うますぎて、ちょっと下げるもん。マジで。あ、ちょっと抜く。あ、抑揚とか、うん、そのセリフ言い回しとか、はい、めっちゃうますぎて、まあね、入れすぎるとね、うん、子供もあれだもん。確かにそれあるかも。でもなんだっけ、読み聞かせのなんかさ、親に丸つけてもらうやつがあって、はいはい、娘も、はい、で娘に最初やらしてたら、うん、その抑揚だったりその句読点のところの前の段階の言い回しとか、うんうん、流れちゃってるから、うんうん、句読点ってものをちゃんと重んじて、うん、セリフの言い訳とか言い回しとかっていうのをちょっと指導したら、うんうん、劇団員みたいな。読み合わせみたいになっちゃったよ。ああ、確かにそれはあるかも。うん、読み聞かせ。全然違う、だから。普通のパパどうなんだろうと思うもん、あれ。はい、はい、はい、大きいの声でできました、丸でしょ。やっぱ俺はちょっと気になっちゃうから。うん。うん、その、読み分けとかもちゃんとじいちゃん、ばあちゃんとか。そう、そう。とか、あと、怒ってるセリフを、がなって、それ、ちょっと教えたら、がなるようになって、あ、本当に怒るときって別に怒鳴るときだけじゃないから、ここでボソボソって言うときの怖さとかあるよっていう、その逆の表現。やば。悲しいとき、笑ってる方が悲しいとか、お葬式のときぐっと涙をこらえて、気丈に振る舞う、喪主さんの姿でほろっとくるとかっていうのも教えた。すごいな。なんで怒ってるのか、相手に、誰に伝えたいのか、誰に向けてるのか。野田秀樹じゃん、もう。平マップを。平マップって呼んでた。ああ、まあ、そっか、そうだな、確かに。いや、そういう表現力はね、うん、まあまあ、あって困ることではないだろうから。かただ、クラスでちょっと浮くぐらいで。本読みうま、何ページの 何行読んでくださいって、うん、まって。ああ、うまいやついたな。うん、うん。あ、なんか東京だからね、そんな悪目立ちしないかもね。あ、そうか。田舎だとちょっと目立つけどね。あ、本読みうますぎるやつ。確かに。これはでもやってるな。ああ、そうだね。意外と役立ってることあるね。うん、気づかないだけで。うん、
もう1つ行こうかな。スポーツのご紹介いきますか、はい。青森県ラジオネームメガホンレンゲ。ダルビッシュ有、プロ野球選手になってから一度もじゃんけんをしていない。なんその勝負感みたいなことかな、元とかなんか、そんな瞬間で決まるもんじゃないですから、勝負ってとか、ね、そこまでのなんだろうね、ストローク、うん、勝つまでのストロークを重んじたいんで、うんうん、運使いたくないとかね、なんかいろいろあるもんね、スポーツ選手は。わかる、俺も運、わけわかんないところで運めっちゃいいとげんなりするときあるもん。大事なとこで多分もうないんだな、確率論で考えちゃう。今こんだけ運よいいと他のとこでまた勝てるって俺ないだろうなって思っちゃうもんね。ダルさんはキースちゃんとストイックだから ね、フィジカル面も精神面、そんなこと考える人でもあんなゲームやらねえじゃん。まあね、ゲームやる、結構やるからね、ゲームやるでしょ、すんげえゲームでしょ、ガチャとかめっちゃやってんじゃん、めっちゃ嘘だよこんなの、シャーとか言ってるよ、嘘だよ、 SSS とか。でも楽しいもんって変わんないんだね。あんだけのすごい大投手になってさ、海外であんだけ活躍してもやっぱガチャは楽しいんだね。確かに楽しんでるもんな、なんかそういう面はね、ガチャとか楽しく なくなっちゃうんじゃないのかなって思うじゃん、うんうん、楽しいんだねやっぱり、うんうん、確かに。それさ俺いつも思うの、酒井さん、うん、前から言ってんじゃん、うん、腕からさすげえ長い白髪それ伸ばしてるじゃん、うん、それは幸運なのやっぱり、これね何回も抜いてもね生えてくるんですよ、うん、このそれさ、でもさいつもさ長い状態保つじゃん、うん、このこれ以上ね生えないんですよ、これこの距離なんで、いやいや、その短い段階で抜くじゃん、抜いたり剃ったり、それでいいことありますようになの。俺それやってる人いるじゃん、これ俺の持論ね、うん、そういう考える人は言っていいと思うんだけど、うん、あのうわなんだこいつ毛長って思われてる時点で幸運じゃなくね。いつも思うの。あでもね、うん、白じゃなくなってきてるな。え何色、茶色っぽくなってきてる。いや白だよどう見たって。いや白じゃないです。いやかっこよくないよ別に、茶色、いやいやマジで覚醒かな。まあ、なんかしましまみたいになってんの、久しぶり見たら。覚醒なの、うん、覚醒、それか覚醒だとしたら結果ってどこに出てくるの。もう、まあ、なんかもうなんか気持ち悪いからね、しょうがないんですよねこればっかりは。気持ち悪いって何、伸ばしといた方がなんか変じゃない、なんか抜くのが気持ち悪いんですよこれ。気持ち悪いって何、うん、気持ち悪いって何、生やしてる、抜いてじゃあ。いや、嫌です。これはダメです。幸運なん、幸運それだって普段抜くでしょ、悪いこと起こる、いやいや、起こんないですけど。そっから毛が伸びることで幸運だ、不幸だって、うん、どういうこと、わかんない。なんか宿ってるかもしんないじゃん。何が宿る、右手に。いや、毛だよ。ちょっと、じゃんけんして、うん、じゃあ幸運ならさ、絶対負けないじゃん。俺もじゃあ無心でいくわ。もう任せる、右腕に、うん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 。そうだわ。そう。で、うん、負けたら抜いてもいいってことでしょ、うん、まあまあ、一回やってみよう。勝ったらさ、うん、確かに。なんか3回とか勝ったらすげえけど、うん、なんかあんのかなって思うけど。もう任せてよ、考えない。うんうん、はい。よ、最初はグー、じゃんけん、ぽい。弱っ。呪われた毛だよ、ね。結構でも前からなんだよな、高校生ぐらいの時からこれ気づくようになったんだよ、うん、もっと長い毛生えてなきゃ今の価値おかしいっすよ。ないや、あるよ絶対。俺毛好きじゃないから基本ないよ。絶対どっかにあるよ。じゃなきゃこのパワーに勝てるってことは相当長いのは持ってるよ。いやいや、毛って別に絞んなくてよくない。他の能力でいいじゃん。俺嫌だよ、どっか毛長えと思われるの恥ずかしいもん。俺毛嫌いなんだよ。え、抜かないの、敗北の毛。いや抜かないです、これは抜けない。でもほら、幸運じゃ、何気持ち悪いって、その独特の論理でさ、なんかわかんないけど、いや言って、じゃあ正直に言ってよ、うん、そのなんか幸福の毛なんでしょ。幸福の毛なんかそうなのよ。なんかあるんつってたもん、なんかこういうの。あんまり抜いちゃいけないんだって、こういうのって。だって、そんなこと言ったら脱毛サロンなんかどうすんのよ。まあまあそうだけど、こういう長いのは、
俺らは、うん、気持ち悪いと思ってたよ、そういうお前そのものを、その思想を言ったら、言ったらね。思想っていうか、うん、それは、うん、その時点で幸福、うん、そんなん言ったらね、あれだけど。いつもビローンって長い毛伸ばしてさ、ね、すんげえ長く伸ばしてる人が、いや、これ幸福の毛だからって言うけど、うん、うわ、駅前とかで、うわ、なんだこいつ毛長いそこだけって思われてることはもう幸福なの。それは幸福ではないですけど。なんかいいことあってもさ、そういうので相殺されて、相殺どころがちょっとマイナスじゃん、足出ない。不幸に。まあ、まあそうだけど。うん、抜くのはちょっと気持ち悪いですね。抜くのはちょっと気持ち悪いです。これだけは。いやいや、仕方ないなっていうことではない。もう、プッて言ったら別にそう、なんかその気持ち悪いっていうか。いや、いいよ、それは自由、もちろん個人、うんうん、こんなことでも怒る刑ガチ勢とかいるかもしれないから、うん、何無理やり抜かせようとしてるんだみたいなの、うん、なんか言えないですけど、うん、ご本人が大事にしてるんだったらね。うん、で育んでるんですね。それはでも胸張って言ってほしいよ、育んでますって。育んでるっていうか、なんかこうめでてるっていうか、その育んでるじゃねえか目で育んでるじゃねえかよ、うん、目で育んでるか耳にも生えてたことなんですよ、俺こっち。ああ、見たことあるかも。それもそれでもね、多分なくなっちゃったんだよね。俺ね、ネタ中に気づいたかも。あ、長って今多分なくなっちゃったんですけどね。その幸運、幸運っていうか、何なんだろうな。幸運って何なんだろう。うん、幸運って俺。何幸運って。いや、俺やってないよ、幸運って。いや、だって、育んでるってことは、なんか良きことがあるっていう前提ででしょ。なんかの扉が開くとかじゃないでしょ、別に。いや、わかる。もしかしたらそうかもしれないし。蛇の扉？蛇の扉が開いてる。霊道が？霊道。じゃあいいよ。それあることで封じられてる霊道なんかいらないよ。いいよ、出して。この毛で冷蔵開く。そう、ひらひらーっていうのがさ、気になっちゃうっていうのもあるし。気になるか。いや、なんかね。本当？白髪っぽいから。じゃちょっとなんかたまにピカって光るのよ。反射して。ジェルとかで止めとくわじゃん。こう。ね。そうすれば、あの、ま、ハードワックスとかで。ハードマットワックスとかでキュッてしといて。で、マットにしなきゃ。アルコ&ピース DC ガレージ。改めまして、こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。パリ五輪スタートの、そんな時期ですね。あっちゅう間でしたね。楽しみですね。各種スポーツ競技、うん、過去平子除くですけども、世界一が決まる、平子を除いた金メダリストが、ここで、はい、ね、決定するということでございます。100メートル走、まあ、平子除く中で1位が決まり、言ったら平子除いた世界最速が、まあ、世界最速ですね、はっきり言って世界最速です。楽しみなのは柔道100キロ超級なんかもね、世界中の力自慢大型選手がこう集うわけですから、で平子除いた優勝者がその中から、まあまあまあ、そうですよ、言わなくても分かってますから、はい。やっぱり僕なんか格闘技好きなんで、ボクシングのヘビー級なんかもね、うん、無制限の中で平子覗くわけですけども、言わなくていいって別に。そんなの1位が決まる。いや、そう、1位が決まり、世界一のぶん殴り合い、平子覗いた第1位は誰なんだと、はい、興奮しますけどもね。いやいや、入ったって勝てないし別に。俺もだからね、気楽なの、見てるだけでいいからね、オリンピックに関しては。ね、まあまあ、そうする、それはもうみんな、そう、みんな見てるだけでいいのが、力抜いてこう見れるというか、うん、うん、勝てるんですか？ 100m 走なんかだって出ても勝てないですよ。だってで秒数を競うわけですよね、平子を除いた、秒数を競いますね。人同士が走るんだよね、はい、興味あるな、人同士のかけっこ。人同士ですよ、うん、どういうこと？人じゃ、人ならざる、俺はでも、あの、単純なその競争で言うと、ま、負けたりしてるからね。あ、負けあるんだ。ガゼルの中でもいっちゃん速いやつとかは、ガゼルと戦ったことあるの？早いね、ガゼルと。ガゼルってすげえ速い。俺調子悪い日俺調子悪くてガゼルが調子いい日、俺負けたことあるもん。どういうシチュエーションなんですか？ガゼルとかけっこしようぜって言うの、ガゼルに。ガゼルひょっこさん、かけっこしようよってガゼルが言う。うん、買ったり、俺が買ったりから別日にしてくれって
はい、チーターの旦那が来てターザン的なことなんだ。ああ、まあまあ、まあそうね。まあ、カセルより早いんですよ。文明に疲れた時にチラッとこの休養を取りに赴くわけだけど。え、いわゆるそのケニアとかああいうところに行って。ところに行って、はい、なんか本来のこの息づくべき姿、場所に立ち返る、はいはい。そこでネタ書いたりするんだけど。知らなかったわ。大体賞レースで決勝行ってるネタって大体そこなんすか。サバンナ行くで俺はリラックスしに来てんだっつーので、いろいろ動物が話しかけとかに話しかけてくるんだ遊ぼうよ。ライオンとかがその何、ね、あのなんですよね、この贈り物とかを、うんうん、新鮮な生肉ですあ、献上しに来るの、うん、なんかそう。俺だから余計な気回せなくていいから、はい、お前らはお前ら自然界の掟の中で生きててくれ。俺が入るとその何生態系乱れるから、うん、ただネタ書きに行ってるだけだ、うん、俺ちょっとリラックスしに来てるだけだからっつって、うん、おうよ、うん、そんなことは言わないでください。すげえすげえな、王なんだ。だから勝手に言われて王って言うなっつったろ。ちょっと待って、ちょっと待って。俺はじゃあ前々から悩んでんだけど、その息子中1なのよ。もうさ、その中1が言い始める。同じレベルになってる。追いついちゃったよ。わからんってなってる。同級生とかが。平子の父ちゃん俺すげえわかんだよねとか、いじる目線じゃなくてちょうど同じ目線で今一番話し合うかもしれない王よはやばい、ライオンがゆっくり来て王よもう東京オリンピックってさ、うん、あれチケット買った？あれなんかさ予約っていうか抽選みたいになったじゃん、はいはい、うん、買ってなかったと思う、ね、あ、買ってない。俺一応やったんだよね、応募したんだけど外れたけど。何やったなんだっけ、結構陸上とか結構やって、ちょっと下手したら当たってたら120万ぐらい支払うことになってたけど。あ、そうだわ、そうだった、そんな感じだったよね。ああ、そうだね。なるほど。オリンピック系の仕事もないよ。ですよね、我々はね。ない、うん。だってもう入ってるもんね。うん、入ってたら。芸人ででもやる人いる？だって元ね、とか選手の人いくらでもメダリストが解説したりするでしょ。うん、そうね。確かに。うん、いや楽しみだな、マジで。楽しみだね。うん、あれ時差は結構あんだかね。結構あるよね、パリなんて。ぐるんと変わるよね。ぐるんと変わるんじゃないですか。じゃあ朝方とかだ。うん。開会式とかがどういう演出になる か。いやもうすごかった東京の閉会式のパリのやつもすごかった、ね、ああ、はいはい、そうだね、めちゃくちゃかっこかった。そうか、あそこでもうつながってるから、うん、凱旋門とかやっぱ出てくるのかな。全然出てくるんですか。エッフェルとか DJ 松永、うん、そっか、うん、そっか、うん、そうだよね、そうだよね、今考えるとそうだよね、超すげえなでもそうだよね、世界一取ってんだからいいよね、うん、そしたらもうメインだよ今度。やばいんじゃない、次に繋がる。エッフェルと凱旋門合体したりするのかねエッフェ専門ドン息子さんとやっぱりちょうどエッフェ専門はエッフェ専門はさすがになんじゃねえかあとはもう、そうか、閉会式だと次につながる。そうですね。あれにもなるんだ。いやー、閉会式、あれいいよな。ね、つながり、次の開催国とのつながりのね。リオのやつもかっこよかったね。かっこいいかっこいい。東京のうんうん、めっちゃかっこよかった、ね。松永出れるんだったらもあるよね。おー。閉会式。ま、東京館じゃないから、そこのジョイントは。いや。閉会式。だから、各こうメダリストたちが。こう手を振ってわーっとこう閉会式で和やかに取り行われてる中、突如一人のアジア人が乱入、それが
平子なわけ、うん、乱入し、並み居るメダリストたちよ、もう切っては投げさばいては投げ、そこにメダリスト世界の強豪たちの小山が築かれる、うん、でその上に俺は大しく君臨し、ぐ、うん、はい、ーっと会場をにらみつけ、うん、金メダルを人差し指と親指でつまみ、うんうん、縦にサンと引き裂く、できんの、そんなこと、金メダルでダーンって暗転して、うん、モニターに、うん、ドゥン2028ボーンロンドンアジア人出てくるの、パリとロンドンので、パリ編がそこで終わってロンドン編次週より、次週ロンドン編ハンマーの血だよね、もうそんな出方しねえだろゆかりのある人じゃないとさ、せめて楽しみだけどね、そうなるとロンドン彼は誰だ、彼は誰だだよ、ていうかね、2028年ロスンなんですよね、ロスン、ロンドンじゃない、ロンドンもうやったからね、割とキンキンでロスか、ロスになんですよね、ま、え、ロスってもう一回、ロス、そうですね、80何年に、そうだよね、ますね、4年かな、絶対俺浮いてく、出てくるじゃんロケットマンみたいな出来になってテルテテテルテテテルテテテテテンのやつじゃん、誰かやるな、それやるよ、絶対やるよ、あれ今っぽい近代的な、もっとマシーンになってやるわ、あれやるよ、超かっけえな、それ、いや絶対やるわ、うわ、イーロン・マスクか、いや勝てないです、イーロン・マスクっすやっぱあれマスクがやるよ、そのイーロンが降り立った地に、一人のアジア人の影あり出てくるんだアジア人がでイーロンの背負ってたそのジェットエンジンを人差し指と親指で持ち縦に引き裂きすぐ引き裂くじゃん、縦 に、 で、に人間の力、掲示板にダーン、人間の力、オリンピック開催で暗転最初は予選ですって始まるうわすげえな、パリから絡んでいかないとな、どんどん世界に、だから前回惜しかったっすけど、世界はなかなか似合って、いろんな芸人が今ね世界にこうで活躍し始めた中で、我々もちょっとうだうだしてられないというか、はい、まあ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 、うん、すごいですよね、皆さん、オリンピックには絡んでいきたいと、いや、各オリンピックの開会式閉会式には必ず絡んでいきたい、いや所定オリンピック結構大変っすよ多分、いや僕はそのつまみ系でつまみ系縛りでお決まりみたいになって、うん、何つまんでくれんだろう、何咲くん街でどっかで世界で世界中の都市で何咲くん呼ばれしてですね、このテスラのサイバートラックをこのぶん殴って竜とかの格好して、うん、サイバートラックをボコボコにするボーナストラックの世界中のゲームファンが湧くぜ、あるかも、それはあるぞ、あるよね、竜になって、おしゃがみシューパンチとかで、ね、バンバンバンって、それもちろんテスラも全面協力のもと、すげえ CG じゃねえのっていうなるやつ、そこでも掲示板ドーン、人間の力、東京から出ないとおかしいんだよなその演出次東京みたいになるよ、そ人間力ってもう出てくる国体じゃんキャッチコピーがさ夢国体じゃん人間力は内面だから楽しみですよ、うん、楽しみだ ね、 ね、うん、あとランマ2分の1完全新作アニメ制作決定です、ね、これすごいね、うん、ランマ、あでも詳しくそんな詳しくない、そうだよね、これはマグマ大使世代だから、違うそういうことじゃないよねマグマ大使世代ってすげえすげえ俺らの親父が小さい頃の話、確かにその前の感想もあるもんねマグマ大使って前も言ったけどマグマ大使だぜ、だって大使の意味分かってなくない
これこそアンバサダーでしょ。でマグマのアンバサダーってなんだよ。これこそ世界が恐れるマグマの魅力をその国に伝える役割を担ったものでしょ。そうだよな。みんな困ってんだから。すげえな。すごいランマね。格闘ラブコメディってすごいですよね。あ、そういう、そういうなんかあれだったんだ、うん。ジャンルというか。そうだ。水をかぶると女の子になっちゃうんだよね、ランマがね。ちょっとエッチな。はい。ね、漫画だったけどね。うんうん、表現をどうしていくのかな。確かに。今の時代に合わせていくんだよね。ねえ。そうだよね。あれが良かったけどね。そう。ワクワクしたし。うん、あれは他、なんか、呪われた泉に入って、変わっちゃうみたいなね。お父さんが、パンダの呪いの泉に入って、パンダになっちゃうとかだよね。うんうんうん、そうだ。どういうストーリーだったの？それを軸にどんなストーリーだったか。ちょっと、そこまで俺見てないけど。夕方なんとなくやってるの見ただけだからね。ストーリーちゃんと言ってたから。夕方は再放送じゃない？再放送やってた。俺の世代。なんか土曜日のね、いい時間7時とかなんかそんなんじゃなかったっけか。俺夕方見てた。うん。俺らの世代は夕方だった。俺多分。マグマ世代だと多分。俺のドピッと。俺友達ん家泊まり行った時なんか見てたもんな。ああ。マグマ世代じゃないんだけど、マグマ世代は。マグマ世代。新マグマ大使とかあった？今マグマ大使でもね完全新作で制作やってもいいけどね。平子さん水をかぶると何になりたいですか。やっぱロレックスになりたいですか。ロレックスになりたいって何。え、その生き物じゃない、生き物縛りじゃないんだよ。せめてなんかなるってドタバタなる。俺ロレックスになって巻き起こるドラマが。喋れん俺は。お湯かけてみたいなことあ、でもディープシーなら水をかぶっても大丈夫。いや大丈夫だけど、ディープシー相当すごいよ。浸水3900メートルまでいけるよ。すっげえ。3900メートルだよ、防水。マジ行く人いる。だからつけてロレックスつけて潜るってことだよね。うん。水深生身だよ。スーツとかなしで潰れるじゃん。うん、潰れるじゃん。もうすでにその前の段階で潰れて、うん、ロレックスだけを。すごいよね。いやすごいよね、うん。技術力なんだよね。多分ディープシー、ディープシーとはよく言ったもんで。うん、すごいね、うん。深海。すごいな、ディープシー。ディープシー平子。俺らでもシードゥエラーだから俺もって。シードゥエラーなんだ。うん。シードゥエラーも多分相当いけるよ。ディープシードどっちがいけるのかな。調べてみよう。シードゥエラー。そうなの。シードゥエラーだぜ。ドゥエラーって何？いやもう多分選ばれた世界の頂点みたいなことでしょ。何メートルぐらい？ディープシーも大きいんだよ、だからぶっとくてね。シードゥエラー。現在で220メートルまでの防水。あ、1220メートル、うん、1200、すごいけどね、うん、でもまあ、うん、そう考えたらディープシーすごい。いや、ディープシーは行かない、ファンタジー前提で作ったよ、こんなの。俺は、うん、平子さん1200ぐらいだったら行きますよね、だからね、シードゥエラーは、うん、1.2 キロっすよ。1.2キロ。 1.2 って、うん、じゃあ別に歩いてくださいって言われたらそう大したことなくない。俺 1.2 キロは別に原宿とか渋谷間とか結構そんぐらい歩いたりするよ、休みの日。いやでも39と水深とやっぱ違いますよねって言うけど、はい、1.2 んって息止めて、俺息子とか娘と、もうちょっと小さい時みんなでお風呂入ってた時に潜る競争やって、はい、俺は結構ダントツだったのね。うん、あれでも 1.2 まではいかないけど、じゃあそれパーってパーっていったら、違う行かないんだけど、はい、パーっていったらスピードでいったら800メートルぐらい分。行くわけないじゃん、800なんだ。結構だって娘びっくりしてたよ。急に800。
パパまだって言ってたよ。いやいや、10メートル潜るごとに1気圧ずつ増えていきます、うん、水深1000メートルで約101気圧増えるんだって、うん、これ耐えられないですよ。その体でしょ、はい、体が水圧に耐えられるかどうかなんでしょ、はい、それ一般人で換算してるでしょ。え、ん、一般人、いや一般人ですよ、うん、それは当たり前じゃないですか。101気圧なんか無理ですよ。あ、でかいでかっ。例えば酒井が水圧だとしてちょっと無理だよそれはちょっと考えられないんだけど、それどういうやったことないんですけど、いろいろやってきてはいるけど水圧やったことないからないやだからもう誰でも潰せますよと。いやもうさすがに、もうちょっと深めにはまったらもう叶いませんよっていう頭の中に行って、まあ、人間なんかちょろいもんだと、うんうん、思って目つぶって、はい、思ってて、はい、自信満々、はい、人間はある程度深みに行ったら、はいはい、俺に潰されて終わりって思ってて、はいはい、思った状態で、うん、入ってたら目開けて俺見てね、うん、次自信ある、はい、水圧として自信ありますか。水圧として人間なんかちょっと潜ったら、はい、もうそこで終わりっていう考えをお持ちですね。せーので目開けて俺見て、はい、せーの、でかっ何これ、水圧としては考えられないね、やっぱりどうやっても想像できる、俺が水圧で潰れてるとこ。いやだってさ、それとも俺が水圧を潰すところが容易に想像できる、どっちが容易に水圧を潰す、うん、目飛び出しすぎますよそんな。でその前にこの平圧で水圧が潰れる。平圧って何すか。え、平圧って何すか。平圧書くな証拠に残すな。平圧、平この圧力、うん、と水圧、平パワハラみたいなことですか水圧に俺が平この圧力パワハラ海に水面に向かっておい笑さあということでアルコ&ピース DC ガレージ最後までお付き合いください。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。ちょっとねメールが届いております。東京都ラジオネーム釈迦開古中、平子さんのミニ四駆をリスナープレゼントした回を聞き直してきました。おーすごい。あーオールナイト日本時代ね、なんかどんな流れで どんなことあったっけって話してました。ミニ四駆が欲しいリスナーからメールを募集し、すべてのメールを読んだ平子さんがその中から最も思いの強いリスナーを選ぶということになってました。ああ、うん、そうね。大量のメールの中から平子さんが選んだのは自称運動音痴で友達が少ない中3の男の子、うん、平子ミニ四駆を使って高校に入ったら友達を作りたいんだとメールには書かれていましたが、うん、何とも言えない作り話感。そのメールを聞いた酒井さんがこれは嘘、平子さん騙されてると何度も何度も警告していましたが、平子さんは意に介さず明日中と平子スペシャルをそのリスナーにプレゼントして懐かしいと、まあ平子さんが話をしていたように偽善者と言われていたわけではありませんでしたが、あ、俺がなんか偽善者って言われた覚えがあるって言ってたんだよね。というわけではありませんでしたが、ミニ四駆エピソードはしけた終わり方をしていました。お前が変なちゃちゃ入れをして、そうだったんだ、いやこれ嘘だろうってなったんだ、うん、いや俺は多分信じたんだよね、うん、そうだね、いやその友達作りのきっかけになるんだったらって、うん、だから偽善者とは言ってないですよ、なんかそういう話してましたけど、なんか俺偽善者ってミニ四駆でね、偽善者偽善者呼ばれた、言ってた、こいつだって聞き直したんですもん、うん、だって、ね、なんかいやいや言われた覚えあるな、それ偽善だよみたいな、何が偽善だって言った覚えもあるもん俺。そんな会話あったっけ？有楽町で、有楽町の夜遅く。偽善じゃないって。昨日知った彼が言ってるってことは。その前後で何かあったんじゃねえのかな。あ、もう一つ、ラジオネームカエルくん。オールナイト日本時代に平子さんが余っているミニ四駆をリスナーに送ろうとした時、酒井さんに綺麗事ばっかり言ってと言われたという話がありましたが、うんうんうん、前提として
平子さんがバラバラにされたアスチュートを、酒井さんの鶴の一声でリスナーに送ると決まり、当時のポッドキャストでミニ四駆を送るに足る熱量のあるメールを選別しており、その際に一人のリスナーをキープしていました。が、次週の本編で実際に送ると発表したリスナーは、キープしていたリスナーではありませんでした。そのことを同じく本編後のポッドキャストで触れ、キープと言って思わせぶりなことをしてしまったということで、プレゼントしたアスチュートを再び買い直した時に、テラスコーチャーというミニ四駆も買ってきており、そのテラスコーチャーを思わせぶりなことをしたリスナーに送ると言ったとき、酒井さんが、平子さんがいい人みたいなくだりいりますと発言。平子さんが、メール読んで期待させちゃったからと言うと、酒井さんは、それを言わなくてもいいと返答していました。言わずに送ったら怖いだろうなどとひとしきり話をしていましたが、その後も酒井さんに、平子さんは自分を持ち上げていると言われ、平子さんは憤慨。テラス紅茶をジッポーのオイルをかけて燃やせ。クソとツノも入れろ。燃やして1分ぐらいの状態で送れと、矢継ぎ早に話をしていました。ちなみに、リスナーにプレゼントされたアスチュートがバラバラにされる際、うん、AD の斉藤さんに投げつけるように置かれたり、うん、大きいドライバーで無理に回したため、ネジの頭が潰れたり、ミニ四駆本体をスープをすするように吸われたり、取り外されたボールベアリングをさらに分解されたりと、散々な目に遭っていました。はぁ。ほら、こういうことだよ。だから誰に送ろうかって言った時に、じゃあこの人もキープしようって言って、ずっとキープしてたけど違う人に送ることになって、そのキープしてた人に悪いっていうことで、もう一台たまたまあったやつをこれあげようぜって言われたら、お前がいやそれ平子さんいい人に見えるじゃんみたいなことを難癖つけられて、俺がブチ切れたんだ。でもキープってそういうことじゃん。お前はさ人か人じゃないよ。俺だからさ、すげえな。こういう、そうだよ、それ思えるだ。キープってそういうことじゃんって言えるか言えないかの差で、うん、よくなんかさ、ロケとかで普通に道端の人に絡んだりして喋ったりする中で、いや使わないでよっていう人もいるけど、うん、使ってほしい、目キラキラさせてる少年とかもいるじゃん、うん、ああいう少年はさ、編集とかしない、あテレビ乗っちゃった出ちゃうって友達とかに言ってるけど、もしかすると使われない可能性もあるってなると、はいはい、俺胸が苦しくてしょうがなくなるのよ。多分俺がいい人とかじゃなくて、多分そのなんか共感できるっていうか、その人になんか憑依できるっていうか、考えすぎちゃうっていうところで。だこれだから別にこれだっていいわけじゃん。別にそれ余ってるの1台あったんだからさ。何これ、そうその、も。これ偽善だな。これはでも、やっぱり。うん。でも俺ブチ切れたみたいだよ。ブチ切れた。オイルかけて燃やせ。やばくないですか。クソとツバ入れろ。クソとツバ入れろ。これどういう流れでなったの、クソとツバ入れろ。何をやってたの有楽町で。うわすごいな、でも聞き直してくれてすごいわ。はあ、あ結構メール来てる、うん、神奈川県ラジオネームありったけのハーバー、うんうん、その前段ですね、その前段のメール。先週の放送で話をしていたローリングストーンズ VS エリック・クラプトンの話ですが、うん、そのうちだっけ、アルコ&ピースのオールナイトニッポンスペシャルウィークの翌週にあたる放送で、うん、ストーンズとクラプトンの来日を背景に、うん、ストーンズ派の酒井さん、うんうん、クラプトン派の平子さんで対決する企画でした、うん、以下に当時のハイライトをまとめたのでトークのきっかけにしていただければ幸いです、うん、アルピーのやる気が感じられないことから、うん、後半戦はメール一通ごとに勝敗を決め、負けた方のミニ四駆からパーツを一つずつ没収する、うんうん、勝敗は女神が決めるにルールが変更され、平子さんは猛抗議、うん、AD 斉藤さんが酒井さんのミニ四駆のモーターを一回舐めてから噛んで、平子さんのモーターはスープみたいに吸ってから舐めた、敗者のパーツはリスナープレゼントになる、敗者はスピードスターにより決定する、
平子さんが敗者となるが、うん、酒井さんのパーツだけもらっても意味ないだろうの発言により、うん、本体ごとプレゼントする流れになり、うん、平子さんが阿鼻叫喚し声を枯らすミニ四駆を託す人はメールで募集することになり、どれだけ俺のアスチュートが欲しいかを笑いなしの本気の熱いメールで送ってくれと、うん、平子さんは涙ながらに訴えた。以上となります。おー、それがあってのこれなんだね。アスチュートプレゼント誰、じゃあ誰に渡すかでキープしたりなんだったりってなったんだね。すげえ。でキープする中で、じゃあやるよってなって、うん、キープしたりして、でお前にいろんな、うん、そう全部で難癖つけてきたそっちが。はい、笑ったから負けとか言ったんだよ、生意気にも。女神ってなんだ。女神が決める勝敗は女神。そう、女神、別に女神なかったんだ。女性スタッフがいたとかじゃないもんね、うん、はあ、うん、もう今はできないけどね。できないね。いい大人だから。本当だよ。クソ詰めましょうとか AD に舐めさせてとか。いや舐めさせてるわけないじゃん。だって舐め、俺自分らのミニ四駆だぜ情けない。もっと大人になるなと。やっぱりもっとね、本当に。まあ今ちょっと変わったということで、うん、別なメール来てます。ラジオネーム桃色クローバーバー。アゴ車輪ドリブラーとして変わってねえな、おい。アゴ車輪ドリブラー言ってたわ、つい最近。何も変わってないじゃんか。アゴ車輪ドリブラーとして NBA に挑戦する平子さんの必殺技をまとめました。アゴ車輪、なんだっけ。アゴ車輪ドリブラー。アゴに車輪をつけて俺、うん、低くドリブルをするって言ったら、うん、俺が低いドリブルで誰にもボール取られないみたいなこと言ったら、うん、なんか言ったんだ、お前が車輪をつけましょうみたいなこと言ったんじゃないの。いや、王に車輪つけたら、そうですね、わかんないけど、うん、でそのまとめたって何。地を這う顎車輪ドリブルで敵陣に切り込み、おならの空気圧でアリウープパスを打ち出す天と地の、これ構想曲と書いてオーケストラ、うん、平子さんが薄っぺらくなって相手コートの床となり、相手がいくら走っても車輪によって前に進めないゼロの世界。これ虚無って書いてありますね。車輪の回転が劣化によって鈍くなったら即座に射精し、滑りを良くするスノーフェアリーの癒し。雪の妖精。車輪が壊れてしまった時、平子さんの圧倒的応援によって他のみんなが顎車輪なしでもまるで車輪があるかのようにプレイができる、伝染する平子のソウル。これ車輪って書いてありますね。これ俺の責任じゃなくない。こうやって送ってきてるんだよ。10年前より職人のレベル下がってないっていう本当にさ何が車輪ドリブラーだバカ一緒やんか。なんでいつも車輪がついて回るんだ曲いきます。オフィシャルヒゲダンディズム、シャロン。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。さあそれでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナーでは参りましょう。北海道ラジオネーム旭川のすぐる。俺は胃カメラ楽しかったけどな。なわけないよ。苦しいやんなの。苦しい応援をしちゃうんだからね。苦しかったよな。俺楽しかったけどね。もう胃カメラ飲んでるってことはいい大人だろ。なんで楽しかったマウント取んなきゃいけない。続きましてラジオネームシェイプオブユー。ユカの彼氏？あ、会ったことあるけど。私的にはどうなのって感じだったかな。そんな言うんだ。お前付き合ってねえんだから関係ねえやん。これは、まあ、女子同士の査定の目はなんかあるらしいですね。独特だよね。絶対遊ばれてんね。失礼なんだよね。続きまして愛知県ラジオネーム腹ペコ。アイドルから認知もらってっけど、距離感近すぎて逆にな。押し始めた頃のこと思い出すとな、逆にな。
なんかそれもちゃうんかなって感じやねんな。うるせえな。腹立つわ、こいつ。行く、行かなきゃいいじゃん、じゃあ会えるとこに行くからじゃん。続きまして、岐阜県ラジオネームサンデーキャンディ。待て、なんで明日のバーベの買い出し、俺とユミの二人きりで買い出し行かなきゃなんねえんだよ。こいつセンスなさそうだし、ユミの華奢な腕で買ったもんなんか全然モテねえから使えねえよ。でもみんな午前忙しいなら仕方ねえよな。で、何時にどこ集合で行く？てか車で家まで迎え行こうか。あー、マジだり。嬉しいだろ。嬉しいじゃん。バーベって言うんだ。聞いたことねえよ。発略だろ、このこいつが。ラジオネーム、メッシュ心に真水。違うよ、シャンプーハットじゃないよ。これはね、頭を囲うように布が中から出ているの。脳みそをむき出しにしてから布をかぶせて頭を閉じたの。こたつ布団みたいでしょ。脳と体の活動は二人羽織みたいな関係性だからね。何それ。シャンプーハットってまあパッと見頭から出てるみたいに不思議な感じしたけど、子供の時ね、まあまあまあね、実際に頭から出てる。確かにあれ初めて見た時ちょっと脳をバグりそうになったよ ね、うん、実は本当に。続きまして、ラジオネームグラシアス。虫除けのためにおでこに鬼ヤンマのタトゥー入れるからさ、俺もバーベキュー行っていい？でこ鬼ヤンマはやばいね。いや、やばいな。どんなタトゥーよりやばいんじゃない？やばいね。でこ鬼ヤンマは。一生喧嘩売られないよね。埼玉県ラジオネーム、リンゴ輸送 C。マジでどっちか気絶するまで殴り合わん。シンプルなの来たな。何それ。いいよって言われたら、ちょっと一回タンマって言うから言う、ね、さあ、ということで以上です。はい、なんでこいつらキーワードバーベキュー好きだね、この季節。あんま行かねえから、あんま行けねえから、そういうやつらそういう目線で見てんでしょ。いいね、バーベキュー目線で。規模が多くなって、今週のスーパーコンバシはラジオネームサンデーキャンディーのバーベのやつにしましょう。さあ、ということでアルコ&ピース BC ガレージあっという間ですが、そろそろお別れの時間です。はい、はい、まあ、ごしゃりんじゃないけどさ、うん、もう考え始めないと。いや、ちょっと本当そうっすね。父親だから、うん、うちなんかもう本当中1だから親父がバスケで顎に車輪つけてとか。よくないわ、本当に。変わってないもん、なんか。うん。うん。よくないね。うん。ずっとここにいる。前さ、一回恋愛相談するようなラジオにしていきたいみたいなこと言って、一回でやめたけど、うん、なんだこれっつって。はい、やっぱ多少のこの文化的要素、教養の要素っていうのはこう必要になってくるよ、年齢重ねると。そうね。うん。嘘から始まってるからだって。そう。何よりも嘘から始まって顎に車輪つけるって話してで終わっていくでしょ。やっぱりね、考えなきゃいけない時期だよね。そうだね、ちょっと遅いぐらいかもしれないね、うん、そう、うん、もっと早く気づくべきだった。オタクなんか2人とも娘さんだからさ、うんうん、大きくなったらそうだよ、ね、うん、バレたらやばいもん。そう、バレる前にバレる前フェードアウトするっていうのね。ジャンルをね。そうね、確かに、うん、政治経済の話とかもさ、そういう時期かもしれない、ね、確かに。都庁もう違うわ、今のは違う。何にしようとしたんですか。じゃじゃ、もう都庁の話とかもしていかなきゃねって言おうとしてる。もうダメですよ、無理なんだから。おうじゃん、無理だやっぱり。ちょっと都庁って言っちゃった。ダメだ。
TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです。はい。ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子祐希でした。